うございます。2日目朝、雨です。夜中ずっとね、降ったり止んだり、土砂降りでね、なんかちょっと虫の声が聞こえてきたから雨上がるのかなと思ったら、またダーッて、ずっとだったね。ずっとだったね。うわ、雨の音、なんかうっすらこう眠りながら聞いていたら、なんかこうしてこう雨が山の中にこう染み込んで、暑さをこう流して秋が来るのかなみたいなことを想像していました。なんかちょっと素敵かな。はい、こちら新勝寺さんにやってきました。こちらが宮沢賢治さんの墓があるそうなので、墓参りしてみたいと思います。行きます。しだれ桜の内側に入れることってなかなかないからね。なかなかないよね。どっちかっていうと、もう立派な木は囲われちゃって中入れないこと多いから。そう、支えがついてる。2本こちらも。え、これはまた春。そうだね、しだれ桜2本でアーチができています。すごい。わかるでしょうか。案内に沿って、はい、行ってまいりました。こっち左桜が植わってて素敵なところでさ、こちらにも看板があります。宮沢家大大の墓と賢治さんのお墓、はい、すごいね、ここ芝で素敵なお墓です。素敵なお墓。あ、ありました。お参りします。かわいい。宮沢賢治童話村にやっと来れました。ナビで入れたら関係者入り口に回されたりしつつ、行き止まりだったね。ね、私の愛車でございます。難しい。運転席より助手席の方がいい。どちらかに行った方が素敵です。いいね。降ってないので、じゃあこういったからにも手書きで書いてあるのかな。こういうの愛情がこもってて好きです。これもかわいい。綺麗だ ね。花巻って書いてあったり。これすごい。これ上手。これ大事に使うよね。猫
あれ、綺麗。夜はライトアップ。なんか綺麗なのがあるからちょっと見てみましょう。行きましょう。妖精の小道。あ、これだ。で、電信柱更新するやつ。顔がない。あ、綺麗だね。あら、夜も来たらさぞかし綺麗でしょうけど。あ、結構森の上の方までねいらっしゃいますし、ね、妖精だ。妖精さんが。自分がノッポになっていくって。その奥にあるのは不思議の国の鏡。なんと自分の姿が映りませんって書いてあります。ノッポになる。あ、伸びてきた。ゴンタ君なんだから喋っちゃダメじゃん。喋るよ。ゴンダ君だったね。